堀内智志郎10月13日から1980年2月13日は日本キリスト教会の牧師。堀内織三郎、亀代夫妻の6人兄弟の抜師として四国松山市に生まれる。名古屋中学時代に友人原田名タスクに誘われ名古屋教会の礼拝に出席。その後中学4年生の時1909年1月3日の 新年礼拝において、名古屋教会にて、吉川早の助牧師から洗礼を受ける。1910年、第8高等学校入学。1913年に、東京帝国大学校科大学機械、工学科入学。本郷千田議長にあった東京帝国大学、キリスト教青年会の仮寄宿舎で、3年にわたる学生生活を送った。日曜日の礼拝は、 上村正久の巻きしていた藤見町協会、徳川義親とも信仰があった。1916年、東京帝国大学工科大学卒業とともに、名古屋協会の長老であった、服部俊一の人格に引き付けられ、東洋宝石株式会社に入社。1925年、津工場の工場長を最後に、東洋宝石株式会社を退社。 高倉徳太郎が校長であった東京新学者へ入学。1926年9月、横浜の鶴見に定住して、神学校に学びながら、鶴見の開拓伝道に奉仕した。1927年は、教会堂建設の具体化が進められ、鶴見伝道協会の建設式と、剣道式とが同時に挙行された。背後には、沢渡を中心とした。 大森教会の絶大な支援があったと言われている。1931年4月、日本キリスト教団の教師として任職。1934年9月30日に、独立教会としての教会建設式が行われ、名実ともに、鶴見教会の牧師となった。1940年頃、堀内智郎、林美希夫熊野義隆、栗原久夫、 竹森正一の5名で東京キリスト教研究所を設立し、上大崎の中川英五郎長老宅を集会所として研究会を定期的に行った。その最初の仕事として、戦後の教会形成と福音宣教に備え、五古代教会信条の共同翻訳が試みられ、解説付きで出版された。新教出版社、1946、64ページ。 当時予言。定本は、フィリップ・シャフ。後半にその原文が収められている。解説によれば、シンバラ・オキアメニカは、宗教改革の時代マルティンルターによって、最初に使われたと言われる。NHK から依頼され、上村正久の信仰という題で、第一放送で放送したことがあるが、鶴見教会の礼拝説教を休むわけには、 行かないという理由で録音による放送となったのは朝。1951年、日本キリスト教団から離脱し、大森教会の沢渡るらと共に、日本キリスト教会創設に関わる。創設期には初期を2年、議長を2年、さらに再度初期を2年選ばれ奉仕した。最初の信仰告白、憲法、規則総案作成委員として選ばれ、その長として、規則等の改正。 整備に努力した。また、日本キリスト教会立の神学校設立のために、働き、神学校設立後も理事長としてその基礎を築くために、働いた。良い伝道志願者が与えられるように、熱心に祈ること、神学校において本当に必要なのは、私たちは喜んでそれを捧げることを、日本キリスト教会全体に向かって強く訴えた。 1964年に75歳で鶴見協会牧師を辞職。新築した希望が丘の自宅に移り、長年の願望であった文書伝道に力を注いだ。1980年2月13日午前10時45分自宅にて死去。ありがとうございます。